はい、皆さんこんにちは。ジャズ喫茶バリエリアのおいちゃんです。今日はですね、ギターをお届けします。お待ちください。はい、始まりましたね。今日お届けするレコードですが、こちらになります。低いギターの音ですね。それが今日紹介するこの人の特徴であります。タルファーローという人です。それでレコードのタイトル名が自分のタルという有名なレコードです。それですね、これ今日お届けしているのは Isn't it romanticロマンティックじゃないっていう有名な曲です。チェット・ベイカーも自分の10インチのアルバムでですね、一番最初にこれをやってますね。はい、それでこのタル・ハーロという人なんですけれども、1950年代の初頭から活躍して、50年代は非常に活躍した人で、60年代の初めぐらいですね、ちょっと引退しちゃうんですね。それで後に The Return of Tal Harlow という曲じゃなくて LP でですね、復活を60年代の後半に遂げるんですけれども、この人の特徴としてはですね、とにかくこういった非常に重量感のある音、それからまだそれほどではないんですけども、だんだん調子が出てきましたよね。すごくスピード早弾きですね、いわゆる。それも非常に難しい、運指の難しいところのですね、スピード感がすごいんですね。こんなのはまだ序の口でして、他のレコードとかですね、この中に収められている他の曲の中でもですね、発揮されているんですけれども、とにかくそれが彼の一番の特徴です。それからこのまだあまり目立ちませんけども、ピアニストでエディ・コスタという人が出てきます。このエディ・コスタというピアニストもですね、低い音を駆使して弾くピアニストなんですね。ですので非常に重量感がある演奏になっていますね。それでタルファーローギター、エディ・コスタピアノ、それからビディ・バークというベーシスト、トリオでやってるんですね。非常に珍しいといえば珍しいですよね。ドラマーが入ってないんです。それは今私が説明したドラムをやる必要はない、エディ・コスタとしてもこういう打楽器的にピアノを弾く人なんですね。そういった構成になってます。私ギタリストの中で私はこの人が一番好きです。だから私はこの人が一番もうナンバーワンオブジャズギタリストと私は思っております。あらゆる意味でトータルな意味ですごいギタリストです。今出てきましたね、ディーコスタ。このピアノもいいですよね。この重い音、これが彼の特徴です。はい、といったことで今日はタルファーローのタルというレコードからロマンティックじゃないという曲をお届けしました。バリレラのおいちゃんでした。ジャズはいいよ。Thank you.
Thank you.